はい皆さん、こんにちは。慶應義塾大学言語文化研究所の河原茂人です、えー。この動画のテーマは、娘に学ぶ音韻論。えー、サブタイトルとして、お前もこの可愛さに燃えちまいなというのを付けさせていただきました、えー。このサブタイトルですが、もちろん皆様をお,ばお前呼ばわりしているわけではなく、元ネタがございますので、知っている方はニヤッとしていただければ幸いです。 で今回のテーマは音声学ではなくて音韻論になりますこの音韻論って非常に説明するのが難しいのでちょっと娘の力を借りて音韻論ではこういうことを研究しているんだよということを紹介したいと思いますで音韻論の一つのテーマとしてですね同じ音であってもその環境が異なると違った表れ方をすると いう観察がありますそのことをフォノロジカルオータネーションと呼ぶのですが、まあ、このフォノロジカルオータネーションのさまざまな種類をえ娘の発音を通してご紹介していければなというふうに思いますえただいま1歳9ヶ月で、まあ、こう家でいる時間も長くなっておかげさまで彼女の言語発達をゆっくり観察することができるんですが、まあ、本当にいろいろな音韻パターンを反映した 発話をしてくれるんですねでいちいち、えー、録音してますので、えー、それを紹介しながら、えー、音ンパターンっていうのにはどういうものがあるのかということを、えー、解説していきたいと思います。まああのー、言語学をやっていない方にはこの子ど,子どもの言い間違いというのは間違いだというふうに思ってしまうかもしれないんですが実はあのー、本当は間違いではなくって。 大人の言語にも見られるパターンを反映しているということを紹介できればなと思います。逆に考えると、このかわいい子どもの言い間違いを研究することで、大人の多いパターンを研究することもできるし、それについて学ぶこともできるんではないかなというふうに思います。ではまず第1の例ですね。実際に聞いてみたいと思います。もう一回っこ、はい。かわいいですね。 で彼女は今、抱っこのことを学校と言いますね。抱っこを学校と言うんですが、えー、この D が G になるんですね。で、D が G、なんでなるのかなと思うと、えー、K の音を作るときには、口の奥、軟口外というところで口が閉じるんですが、その軟口外の口の閉じがですね、この D のところにコピーされちゃって G になるんですね。G と K はこ超音点が一緒なので、これのことをプレーサーシミュレーション。 え、超音点動画というふうに言います。はい。で、これに、超音点動画は大人の言語でよく見られて、日本語でも実際起こることで。例えば、発に角をくっつけると、八角になりますよね。発に角をつけると、なぜか、まあ、ここの U. が消えて。八角になって、この T. が K. と同じ超音点になって、八角になるんですね。 ただ、あのー、この子供の場合、えー、この母音を超えて超音転動化が起こるんですが、これが大人の言語で起こるかどうかっていうのはちょっと諸説あります。最近でもいろいろな論文が出てるくらいなので、まあ、ここにもしかしたら大人と子供少し違いがあるのかなという感じはします。はい、次いきます。えー、みんな大好きアンパンマンのシリーズから。 はい、ドッキンちゃんのことを国旗と言いますね。えー、ゴッ国旗じゃなくて国旗なんですね。抱っこはがっこなんですが、もう完全に、えっ、ー、と、ここの D が K に増加してしまいます。これのこと、まあ、コンプリートアシミュレーションって呼べばいいのかな。はい。すべて、全く同じ音になってしまうんですね。で、日本語でもこれは起こることで、例えば、するからをすっからとかっていうふうに言いますけど、するからのうが消えると、 RK っていう続きになって RK が経験からこの R が完全に K と同化する。また、あ、く同じことがここでも起こっているわけですね。まあ、母音を超えて起こっているわけですけどこの場合。はい、次、えー、これも非常に面白い例ですね。バイキンマンのことを今彼女はこういうふうに言います。うんこ バイチ、バイキンとバイチっていうふうに言ってますね。木がチってなっちゃうんですね。で、この、えっと、E の前のシーンがチになるのはすごくいろんな言語で起こることで、例えば英語でもゲユユ、ゲユユが早く言うとゲチュっていうふうになると。ゲチュのテーがこの E ですね。E の音の前で、このチっていう方向がいったのかながら、パラタルになる。えー、の音になる。それが、えー、っと、 うちの娘の娘発音にも起こってるわけでですねで特に「木が「ち」になるのは本当によく見られる現象であの志村けんさんの「なんだちみわ」っていうのはあ,のあれはもうまさにこれですね「きみわ」が「ちみわ」になる。というわけで、えー、こういうようなパラタライゼーション・口校外科という現象も、えー、子供にも大人にも見られるということですね。うん で、ちょっとここで面白いペアが出てきたと思うんですが、えー、彼女はバイキンマンはバイチなんですねで,でもドキンちゃんはドッキなんですちょっと聞き比べると。なる、うん。ね、バイドッキ。キ。ここあの、即音になると長い K になるとどっちにはならないんですね。だけど、短いとイイになって に変えてしまうんですで実はこの,あの長い音、KK、即音、ジェミネットと呼ばれるんですけども、これって音として変化しにくいっていうのは昔からの観察であるんですね。英語でジェミネット・インオータリビディリティみたいなことで知られてますが、ちょっとここにあの例をコピペしてきましたが、タイベリアン・ヒーブル、昔のヘブルイ語で、あの こ,のここの K の前にイ、e、を置くとこの K に対応するのがハッという摩擦音になるんですね。ここも一緒でここの K、この K の前に A っていう母音が来るとハッというふうに摩擦化するんですね。母音の後の K がハッというふうになるんですがえここの側音の D はこの摩擦化が起こらないんですね。 え単音だとガザールっていうふうにここも摩擦化が起こるんですけども即音だとコこムもう全くタイベリンやヒーブルと全く同じ現象をうちの娘はやっているということで非常に面白いのではないかと<し>はい飛ばしますいはいこれうちなぜか知らないけど「萌え萌えチュン」って言えるんですねこれもキュンがチュンになっているのでパルタリゼーションのいい例じゃないかと思います でずっと出てきてますけどうちの子はこ,こ,これ高校のこと「ココ」っていう風に言ってえっ、ー、と芯を伸ばしたりして、あのー、1個目のここの音節ですねを伸ばしたりここにおく音を入れたりするのが大好きです。日本語の大人の現象にもそういうのよく見られていて例えばすべすべを強調するときはすべすべみたいになってここに足音が入る。 あとはあの、ズージャ語業界言葉で火、えっと、のことを言い日言いひとか言って言うらしいんですがえその時にもこの一番初めの,あの音節が長い母音になるこれ長い母音とか即音が入ったあの音節のことを十音節っていうんですがなんかこのうちの子はやっぱり一番初めの音節を十音節に従いますね。 これ非常に面白い例なんですが。カーシーて。カーシーてっていうのをまあよく言うんです。お姉ちゃんとよくやってるんですが、えカーシーって言って初めの2つしか初めの2つの部分しか発音しないですね。カーシー手の手が言わない言ないんですで。このえっと初めの2つを持ってくるっていうのも、日本語でよく大人でよく見られることで、例えば私の名前シゲートをあのあだ名にするとしげって言って、ここに2つ持ってくるんですね。 で私の仮説としては、えー、とこの私というのは娘ですが娘が、えー、発音できるのは今のところ2音節に限られているんではないかという仮説を立てています。はしはい。はい、でこれ、まあ、またこれあの数日前ですごく感動した例なんですが上の子がココタマを見ていて一緒に見てたんですね。で終わった後にこんな言いました。ココタマ なんでめちゃうコンマココタマをコンマっていうんですね要は一番初めのこと最後の「ま」を持ってきてコンマっていうふうに言ってるんですねココタマうん。何てヌメちゃんコンマうでこの一番初めと最後を持ってくるっていうのも実はあの大人の言語で見られてきてであのリデュプリケーションって言ってこう繰り返す繰り返してあの人々みたいに、うん。 繰り返して新しい単語を作るというのはよく見られるんですが、えー、ここのニシュガという言語ではですね、えー、っと多分、えー、これを見ればわかりやすいと思うんですが、このベース、ここのもともとある単語でリデュプリケーションを起こすと、一番初めの M と一番最後の S を持っていくるんですね。で、死因は、えー コピーするものの最初と最後を取ってくる。まあこれはモーラレベルで最初と最後を持ってきてますけれども、まあここではシーンレベルですね。ただ最初と最後を持ってきているという点では非常に共通性が見られて面白いなという例でございます。ここはい。で、これも有名な例なんですが、えっと、自分の子が実際にやってて、あのあの興味深いなと思いました。みーちゃん、輝いた かがいたかが、蚊をかが、かがだと思ってるんですね、今ね。で、なん多分んでかというとえ、かっていうのは短いんですよね、単語として。だからかがで、両方で一つのものだと思ってるんですね。このことをまあミスパーシングというふうに言います。女子後ろにいいていた女子を えと前の名詞の一部だと勘違いしてしまう。こういうことも起こって面白いなと。で、全体的にあの、まあ、こういうのを通して音韻パターンを学ぶというのもありなんじゃないかなというふうに思うのが今回の趣旨なんですが、まあ、大事なメッセージとして子どもの大人から見れば言い間違いかもしれませんけれどもそれはただの間違いではなくていろいろな大人の 言語に見られる音韻パターンと非常に共通性を持っている可能性があると。であの、この説を提唱した人としてはローマン・ヤーコブソンという人が有名です。ただしですね、えー、うちの子今、キティちゃんのことをこうやって呼ぶんですね。キティちゃん、うな。うん。あの舌を噛んで、うん,ん,ん、うんっていうのを長く言うんですね。キティちゃん、うな。 はい、であの動画を見せられないのが残念なんですがもうはっきり舌を感じてこれはあの専門用語で言おうとするとインターデンタルイニシャルネイザルジェミネツというようなことなんですが、まあ、これが起こる言語を私は存じ上げないので、まあ、これがどこから来たのかというのはなそうですねヤーコブさんにヤーコブさんじゃないヤーコブソンさんにこれを伝えたらちょっと困ってしまうんではないかなという例でした。